さんこんにちは、ジョエゼロさんです。今回は友人たちと宮崎に行くのですが、まさかの大失態。さらには給油時に使ったクレカもスタンドに忘れてきました。八方塞がりとはまさにこのこと。交流した友人にお金を借り、何とかいたしました。マス通って素晴らしい。ソロだと終わっていましたね。八代インターで下道に降り、熊川沿いに人吉へ。八代、人吉間は熊川沿いに限ります。ここでもう一人と合流します。ワルブルハーレー、あのハンドルについてる紐は危なくないのでしょうか。再び九州自動車道に乗り宮崎へ。宮崎道を走ります。高速はあまり好きではありませんが、ここは気持ちがいいですね。都の城インターから下道へ、三股町の尺投げの森を目指します。後ろからハーレーがかき鳴らす BGM が、県道33号線に入りました。さすがは宮崎、幹線道路を離れただけで回送路。さて、今向かっている尺投げの森ですが、普段は閉園しており、連休にしか開かないそうです。なので、このゴールデンウィーク最終日に無理やり向かっているのです。ここの名物がヤマメのイクラ、通称黄金のイクラ。通販でも買えるみたいですが、こういうのは現地で食べてこそです。奥まったところで尺投げの森に到着。美味しかったです。帰りは別の道を走りたいということで、海老名を通って人吉まで下道で。海老名周辺、
これから右側の山を越えて、人吉へ。その前に、以前から気になっていたところへ。ここです、盛岡城。なんと個人が作っているお城なのです。中に入ったことがなかったので、一度入りたかったんですよね。いろいろとすごいところでした。中のレポートは次の動画で行います。国道221号線を、人吉へ。そしてこの交差点が、私が事故った忌まわしき場所です。本当はこの後の素晴らしい回送路と、ループ橋の動画をお届けしたかったのですが、カメラのバッテリーが切れました。少しでも眺めていったってください。人吉では名物、野菜餃子、を食べに行きました。ツーリングでした。三股町の百投げの森は7月の3連休も開けるみたいです。百投げの花は咲いてないかもしれませんが、人吉の醤油犬の餃子もとても美味しいのでおすすめです。餃子以外のメニューはドリンクしかありませんが、ぜひ九州南部へお越しの際はお試しください。